今は7時15分です。おはようございます。寝癖すごい。じゃあ今から準備して仕事行きます。おはようございます。いつもは8時に起きます。おはようございます。ゆかこです。あんまり見せたくない寝起きなんですけども、朝の気温は8時前に起きて、見ての通り、薬を使った途中です。今から15分ぐらいで準備して仕事の方に向かいます。レディー、ゴー！準備。8時20分ですね。今から仕事行きます。朝はいつも、順番は洗面所で洗顔して歯を磨いて、トイレ行ってそこから化粧を5分から10分かかんないぐらいでさっとやって着替えて家出る前に犬の餌をあげてでそのまま8時半には家出ます。最近は自転車がないので歩いて出勤しています。おはようございます。今から職場の方に行ってきます。もうすぐお店に行きます。今日は店の近くの昔アルバイトしてたいつものファミリーマートに行きます。あ、西おはよう。店に到着しました。ゆうかちゃんレッスンしてます。9時過ぎぐらいに店に着くんでそっから掃除の時間までは各それぞれ自分のやってるレッスンをします。掃除中です。おはようございます。長いです、ね、長い長い。はい、10時15分からみんなで掃除を始めるのでまずはタオルを畳みます。うつってきたうつりたがる。はい、タオルはこうやってこうやってこの後はみんなで陶器の掃き掃除とお席の拭き掃除をして朝礼をします。はい、今日は自分で作ったサンドイッチですね。レタスとベーコンとウインナー食べなきゃいけない。はい、今日はこれ食べます。はい、行くよ。近くって。ジャガイモの方が面白い。ジャガイモです。はい、ジャガイモです。人参です。豚肉です。3人合わせて、カレーライスです。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今は何時かな ?9 時半。10時前ぐらいかな。3人で帰りまーす。入りまーす。バイバーイ。帰宅でーす。今自粛中なんでそのままお家に帰りましたけど普段だったらスタッフとご飯行ったりしてるかな。じゃあ今からお風呂入っていろいろして帰ります。はい、今日も一日お疲れ様です。今日は営業終わりにテストをしてテストは落ちました。でその後下のハットのレッスンをして今帰りです。時間は23時48分もう12時ですね。スーパーによって夜ご飯作るのとまあ多めに作って明日のお弁当にも持っていけたらいいかなと思ってます。はい、最近お風呂ではカラーもピンクにしてなんかインナーカラーしてるので
使ってるのはこのピンクシャンプー、ピンクトリートメントを使ってます。今日はこれを使います。帰ってお風呂まず入って晩ご飯作りました。今日は和食です。まずは鮭、こちらが豚汁、ウインナーと海苔の炊き込みご飯、明太釜玉です。大食いですけど、うどんは半玉でご飯も少なめになっているので大丈夫です。ご飯を食べたら、だいたいインスタ見たり、ネットフリックス見たりして、時間を潰して、眠くなったら寝ます。だいたい2時か3時ぐらいです。パジャマは、大好きなオレンジレンジのライブ T シャツです。おやすみなさーい。今は夜の3時ですね。帰ってきていろいろしてたら、だいたいこんな時間かな。夜寝る時も、マスクして寝てます。マスクしないと次の日の朝声出ないんで。じゃあおやすみなさーい。